皆さんこんにちは。今からオンライン日本文化レッスン6を始めます。今日のテーマは俳句です。俳句に関する語彙をいくつかご紹介します。皆さんは詩、ポエムを作ったことはありますか？また読んだことはありますか？皆さんは俳句を知っていますか？俳句、俳句、俳句は季語を使って五、七、五の17音という短い文で作られます。世界で一番短い詩だと言われています。季語は後ほど説明します。季語をご紹介します。季語、季語、季語はある季節を表す言葉です。俳句の季語は旧暦をもとに分類されており、新暦とはおよそ1ヶ月のズレがありますから、今の感覚では捉えにくいものがあり注意が必要です。旧暦では春は1月から3月まで、夏は4月から6月まで、秋は7月から9月まで、冬は10月から12月までとなっています。よく使う季語はこちらです。春、春風、蜂、風車、風船などです。夏は夏の星、汗、金魚、いちごなどです。秋は秋の夜、月、鹿、七夕などです。冬、冬の雲、熊、雪、氷、餅などです。俳句に関する五、七、五をご紹介します。五、七、五はひらがな五文字、七文字、五文字の音のまとまりのことです。小さいつやん、長音、伸ばす音も一つの音として考えます。ちゃやきゅのような小さいや、ゆ、よがつく音はひらがな2つで一つの音として数えます。自分が見たり感じたりしたことをこの17音で表します。では一緒に俳句を読んでみましょう。古池や河津飛び込む水の音。リズムよくもう一度読みましょう。古池や河津飛び込む水の音。ひらがなを数えましょう。古池やは5つです。河津飛び込むは7つです。水の音は5つです。ここでの河津はカエルの意味です。皆さん、河津はいつの季語だと思いますか？河津は春の季語です。皆さん、この俳句を読んでどのようなイメージが浮かんできましたか？もう一つの俳句を読んでみましょう。雪解けて村いっぱいの子供かな。
リズムよくもう一度読みましょう。雪解けて村いっぱいの子供かな。ひらがなを数えましょう。雪解けては5つです。村いっぱいのは7つです。子供かなは5つです。皆さん、この俳句の季語とその季節は何でしょうか。この俳句の季語は雪解けて。雪が解けているので冬ではなくて春の季語になります。この俳句を読んでどのようなイメージが浮かんできましたか。では皆さんも俳句を作ってみましょう。ここに書いてある季語の季節を簡単に確認しましょう。桜は春の季語です。柿は秋です。花火は夏です。落ち葉は冬です。皆さん、これらの季語を使ってトークインジャパンチャンネルのコメントに書いてみてくださいね。作った俳句をコメントに書きましょう。今日のまとめです。俳句について勉強しました。よく使う言葉はもう一度一緒に読みましょう。俳句、季語、五七五、古池や河津飛び込む水の音、雪解けて村いっぱいの子供かな。今日の授業は以上です。ありがとうございました。